川崎市の某山中。この日、フロシャイムの恐るべき悪魔たちの決起集会が開かれている。よし、軍団結成だな。早速バンプ様に報告せねば。我らが御敵、天体戦士サンレッドの首か。いいだろう。やっぱ最初にコンビニ寄っていけばよかったな。クソ、コンビニじゃねえとアインしている1リットル98円の牛乳パックタイプの麦茶売ってねえんだよな。自販機だと350ミリで120円だもんな。クソ、パチンコで2万5000も負けなきゃこんなレベルで悩まねえのによ。一緒に行こうよ。ね、家族ってことにすればいいじゃん。俺はいいよ。佳代子が置いていった金の残りは5000円弱。社員旅行から帰ってくるまで1日1000円でやりくりしねえとな。今からコンビニ戻ったら豚丼冷めるしな。 500ml100 円のウーロン茶ならすぐそこの弁当屋にあるけど、吉田屋の豚丼持って弁当屋でウーロン茶だけ買うっていうのも抵抗あるしな。マンションの水まずいんだよな。まだ新築でカルキ臭くて。あ、そうだ、災害時用に買ったのがあったわ。あれのも、あれ、戸が開いてる。おかしいな、鍵閉めていったよな。俺、あれ、水がね。俺いつなんだっけ。しょうがね、水道水で我慢するか。あ、あれ、水が出ねえ。なんだよ、断水かよ。くそ、こんなことなら素直に自販機で買ったきゃよかった。え、売り切れ、さっきまであったじゃん。っていうか、お茶だけじゃなくておしるこ以外全部売り切れかよ。しるこで豚丼って喉通っていかねえだろ。駅まで戻らねえとこの辺もう自販機ねえしな。あー、くそー。泣きっ面に蜂だよ。え、ここんち洗濯してる？この辺断水してんじゃねえのか？うちのマンションだけ？断水のお知らせなんかねえぞ。あ、なんだよ、なんでうちの水道管のバルブだけが閉めてあんだ。ふざけやがって。テベリネコくん、今度はもっときつく閉めちゃうのよ。うん、そうさ、もっとぎゅっと。何やってんだこら。うわ、逃げろ。待ってこら。テベリネコくん、僕のことは構わないで、みんな逃げて。そんなことできないわ。お前らな、どういうことだ。なんで人の家の水道止めてんだよ。言ってみろ。あの、地球上の生物にとって一番大切なものは水。そうそう、レッドさんといえど水を断たれれば死からは逃れられない。アホか。
だから人んちの水道止めやがったんだ。せえ、指図できる立場じゃねえだろ。はっ、まさかリュックの水盗んだのもてめえらか。うん、自販機のジュース買い漁ったのも。そうです。てめえらのおかげでおしるこ買う羽目になったじゃねえか。おしるこ買ったの？なんだよ。いや、いくら喉乾いてても、まさかおしるこは買わないだろうと思って残しておいたのに。悪かったな。おしるこ買ってよ。バカにしてんのか。俺はバカにしてんのか。痛いよ、やめてよ。今度しょうもねえことしたら、本当に潰すからな。やりません。もう、レッドさんが頼んでもやりません。本当だな。誓って、レッドさんにそんな真似は二度としません。もう帰れ。はい。うさちゃん。うん。お待ってこの野郎。おしるこはもらったよ。ヌードの待機に苦しむでいいや。くそ、逃げられた。アニマルソルジャー結成の手土産です。本当はレッドの首を持ってきたかったんだけど。いや、で、何これ。恐るべし、悪魔の使いアニマルソルジャー。次に狙うものは果たして。何食べてるんですかね、デルズ。さあ、オクラ、オクラ。カイザさんは本当にデリカシーがないというか、なんというか。デルズ、クロシャイム川崎支部に本部からクール宅配便で送られてきた謎の怪人。近所の猫のミーちゃんが行方不明になったのと彼が住み着いた時期は偶然にも一致する。バンブ様、このままだと今に取り返しのつかないことになるので。その先は言わないで。すみません。仕方ないな、こうなったら。なんで俺のとこに相談に行くんだよ。怪人のことで困ってるんで。てめえらの怪人じゃねえかよ。いらっしゃい、バンプさん。じゃあなんか出すな。あ、奥さん。あ、じゃなかった、かよこさん。本当にお構いなく。遠慮しないで。埋めてやろうか、この野郎は。本当に。あ、手ぶらで来るのもなんだと思ったんで、これうちでイカと大根を炊いてみたんですけど、よかったら。あら、本当。今何かに移し替えてきますね。あ、もしあれだったら容器ごと置いていきますよ。また取りに来ますから。また取りに来んじゃねえ。で、その怪人っていうのはどういうやつなんだよ。それがよくわからないんです。あ、とにかくデルズ君はすごいっていう話だったんですけど、うちの組織もほとんど正体知らないし、今回も私たちのいない間に天井裏に入り込んじゃったんで。お前、どんなやつかも分かってねえのかよ。だってなんか怖いんです。話しかけても返事もしないし、みーちゃんを食べ。なんだよ。なんでもないです。おい、そんなやつを俺に調べさせて、俺に何かあったらどうすんだよ。それはそれで世界征服の方が前進するんで。だって結局戦わなきゃならないのはレッドさんでしょ。まいいじゃない、ちょっと見てきてあげなさいよ。前にも引っ越しの手伝いをしてくださったんだし、近所になったよしみで。とにかく私が言うのもなんなんですけど、大事にならないうちに何とかした方がいいんじゃないかと。どういうアドバイスだ。ただいま、レッドさん来てくれたから。あ、よろしくお願いします。で、どこにいんだよそいつは。あ、こっちです、この部屋です。います。ここから天井裏へ入れるんです。あ、2号、悪いけど台所の椅子持ってきてくれる？あ、はい。あ、いや、よろしくお願いします。あれ、誰か来たよ。すいません、お客さんみたいで。バンプ将軍ですか？どちら様でしょうか？あ、どうも、はじめまして、デルズです。いや、どうもすいませんでした。いや、僕が完全体になった時誰もいらっしゃらなかったでしょ。すごい寂しかったな。あ、で、僕お腹空いちゃって、コンビニかスーパーでパンでも買ってこようかなと思いまして。あ、そしたらね、道に迷っちゃいまして。心と時間がない上に僕極度の方向音痴だったんですね。いや、今の今までずっと迷ってたんです。なんか慣れてきてすいません。どういうこと？バンプさん！え？バンプさんに言ってなかったわよね。兄ちゃん、あれからすぐ帰ってきたの。え？ごめんなさいね、お騒がせしちゃって。
首輪つけたら苦しくて猫ちゃんかわいそうでしょ。じゃああの骨は手羽先の骨だったのだ。結局レッドさん呆れて調べてくれませんでしたね。本部に問い合わせたけどそんな怪人知らないって。でも悪い子じゃないみたいだし。大佐さん今日どこ行ってたんですか。カフェ、メイドカフェ。天体戦士サンレッド、これは川崎市で繰り広げられる善と悪との戦いの物語である。はい、こんにちは。あ、どうも。で、どうでした。あれからね、実行委員の人に聞いたんだけどね、やっぱまずいんじゃないかって、他の区の手前。そうですか。じゃあしょうがないですね。ね、じゃあそういうことで。すいませんでした、わざわざ。やっぱり空飛んじゃダメだって、区対抗スポーツ大会の玉入れ。そんな背が高いのが個性なら空飛べるのだって個性じゃないですか。酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に、ポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて、タンの鶏団子鍋食べよう。